皆様、こんにちは。坂井にちかです。今日は、この、カラカラウオ、さんですね。これを、食べてみようっていう、それだけの企画です。はい。カラカラウオはね、なんかコンビニで去年とか結構見かけてたんですけど、私、一般商品だと思って、季節限定だって知らなかったんですね、これ。で、激辛好きなんで、あ、なんか食べてみたいとかって思ってたんですけど、一般商品だからいつでも買えるんだろうなって思ってたら、まあ、期間限定ということでね、いつの間にか姿を消してて、ああ、もう終わっちゃったんだとかと思ったら、まあ、本当なんかこれ季節限定商品だっていうことを初めて知りました。はい。これでね、なんかカラカラウオを食べたいなと思って、だけど最近売ってないなと思って、どこにも。まあ、それでね、ネットで検索して、ああ、季節商品だったんだっていうね、ことを初めて知ったんですけど、ようやくですね、近所のローソン、に積まれてたんで、早速ゲットしました。これなんかすっごい辛いっていう噂なんですよね。で、一回ね、にちかちゃん激辛動画で、まあ、先生術師がその、なんていうか、極激辛ペヤングの、2倍になる前のやつ、で、あれを食べてみたっていう動画をやって、一回懲りたんですね、辛いの。でも、こりゃあっと、こりゃあっともうダメだ、もう、だからペヤング極激辛でもう、なんかね、トラウマになっちゃって、それからやってなかったんですけど、今日はね、なんかこのカラカラウオさんを見かけたんで、一回食べてみたいなと思って、ちょっと初レビューなんですけどね、このカラカラウオ食べてみたいと思います。はい、じゃあお湯入れていきます。はい、ちょっと待ってて。はい、ということで、カラカラウオ。作ってきました。このね、後乗せ粉末スープを入れるんだって。なんか、もうなんか、色が、粉末スープを入れる前、わかりますかね？ズームの画面だから、ちょっとね、画質が 悪いんだけど、もうなんかね、スープがね、赤いの。もうすでに赤いの。で、この、後乗せかやくっていうんですか、これを、まあ、入れるそうなんですね。うわー、全部唐辛子やんけ、これ。はい。ああ、魚粉の匂いがしますね。で、このね、カラカラウオ、ね、まあ、なんかネットで見たら、その、あれ、なんだろう、魚粉、辛い魚粉系ラーメンということで、カラカラウオっていう名前になってみたんですけど、練馬がどっかに、なんかあるんですかね、お店がね。まあ、にちかちゃんね、辛味噌系ラーメンがすごい好きなんです、私。はい。うわ、もうなんかやば。ちょっと、スープね、医者に怒られちゃうから、スープは全部飲み干さないけど、ね、もう怒られるから、塩分過多で。はい、ちょっと飲んでみたいと思います。美味しい。うん、好きな感じの味。ああ、なるほどね。辛い。まあまあ辛い。まあでも、魚粉がすごいいい感じ。いや。あ、美味しい。美味しい。美味しいで。今日。で。最近ちょっとね、飲み込み力が弱くなっちゃって、本当に、むせるんですよ。あ、おいしいおいしい。あ、ね、極激辛より大丈夫。全然大丈夫、極激辛。何だったんだろう、ピアノ、極激辛って。あれよりはね、全然食べれる。あれね、激辛ね、ダメですね。
もう本当、懲りた。で、その後、なんか激辛、ごく激辛、ダブルみたいなのが出たけど、もう、普通のごく激辛でもう撃沈したので、あ、もうダメだなと思って。カラカラウオはね、大丈夫、食べれる。美味しい。すごい美味しい。好きな味。あ、美味しい、美味しい。辛いけど。じゃあ、ちょっとね、麺を食べてみましょうか。一応今日、お助け食材として、ここに、ブロッコリーと、ゆで卵、持ってきて、野菜食べないとさ、怒られてる。ちなみに、にちかちゃん、これお昼ご飯なんですけど、まあ、お昼ご飯なんですよ。まあ、でもこれ、お昼ご飯こんな感じかないっつう。で、あとね、これ食べたら、まあ、夕方ちょっとなんか、つまんでもう終わりって感じ。なのになんで私こんななんか肉肉しいんだろうね。ほんと痩せないね。そう。いや、みんなで食べに行くと結構食べるんだけど、家だとそんなに、ほんとこんな感じですよ、いつも。レジファーストね。なんだよ。ベロは大丈夫だけど、喉に来るな、これ。ベロはそこまでの激辛感じないけど。はい、じゃあ、麺に行ってみましょう。おいしい。おいしい、おいしい。ああ。でも、スープするとさ、喉にくる。気管支にくる。すんごい気管支にくる。最近、本当でも飲み込み力弱くなっちゃって、人とさ、ご飯食べながら喋ってると、もう咳がね、止まんなくなっちゃう。やばいよね。すんごい。もう体の中でさ、どこが一番衰えてますかって言ったら、まあ、全部衰えてるけど、まあ思考能力と集中力と、それから飲み込み力よね。ほんと飲み込み力が弱くなった、50になって。まあ昔だったら死んでる年でもね、50ね。しかも50になってさ、カップラーメンとか食っちゃいけないから。あ、おいしい。全然、ごく激辛より全然いける、こっちの方が。だって、スープ飲めるもん、これ。ごく激辛はね、あれ、ほんとダメだよ、あれ。マジで。もうやらないでしょって感じだけど、マルカさん、やるのかな。ごく激辛ね、マジ悪感やつ、あれ。ね、で、ちょっとブロッコリーもね、入れて、投入して食べたいと思います。でさ、にちかちゃんがズームでやってるから、こう、手元がさ、映せないのね。こんな感じよ。で、あんまり手元で映しすぎると、ダーって垂れちゃうから。で、ちなみにここはね、仕事机でやってます。ブロッコリーうまい。ね、野菜食べないと医者に怒られてるね、血圧高いから。んでさ、まあ、YouTube もね、まあ、やろうかなとは思ってんだけど、もうさ、星ぐらいのやっちゃってんの、おばさん。もうどうしたらいいの？占星術師なのに、占星術にめちゃめちゃ飽きてんだけど。もうどうでもいいって。まあ、でも、超次元占星術ね、普及させないと、売ってないじゃない？ね。だけどさ、ああいうことだけやってるとさ、なんかさ、クリエイターのみちかちゃんがこうちょっとしぼんできちゃうのね、なんか、クリエイターってさ、ああいうさ、型のあるものを打ち壊したくなっちゃうの、どうしても。だからしぼんじゃうの、あれだけやってると。で、なんかさ、YouTube もさ、割とさ、食べ物ってさ、なんか謎に見るよね、人。なんか人が食ってるのを、なんか人って見ちゃうんだよね、私も。謎になんか人が何か食べてる動画とか
結構意味もないのに見ちゃうの。で、思ったんだけど、大食い YouTube とかをさ、ちょっとさ、やってみたいかなっていう気もするの、大食い系 YouTube。で、だけど、もう50歳じゃん。それで、他のさ、大食い YouTube 見てると、なんていうかもう、結構おっさんがさ、ものすごい無理して食べてるじゃん。なんか、5キロとかさ、6キロとか。で、そうすると、確かに、心配になってくるんだよね。この人たちのこの、晩年大丈夫なのかみたいな、健康面がさ、若い時の暴飲暴食って、やっぱ50ぐらいになるとね、ドカッと出てくるから、もう、だから YouTube のさ、大食い系 YouTube のお兄ちゃんとかお姉ちゃんたちを見てると、親心的な感じで大丈夫なのか、この人たちはっていうね、のがあるじゃん。だけど自分もちょっと大食い系 YouTube ってやってみたい気もすんの。食べるの好きだから。だけど、なんつうのかな。とんかつとかさ、オムライスとかラーメンとか、それを大食いってなると、絶対怒られるのね、私。絶対怒られると思うの。にちかちゃんの体調を気にかけてくれる人がいるから。ね。で、そうなると、あんまり大食い動画は撮れないじゃない？ねえ。で、これだって別に普通に一人前だからさ、そんな大食いってわけでもないじゃん。別にラーメンぐらいだったら。だからいいんだけど、大食いを動画を撮るってなるとね、で、考えたのが、健康食品だけの大食いを、もやしだけとかさ、ブロッコリーだけとか、人はブロッコリーだけどのくらい食べれるのかみたいな、そういう動画だったら大食いやっても怒られないんじゃないかなとか、梅干しだけとか、だからとんかつとか、米飯とか、そういうのだけを食べるってなると多分視聴者に怒られちゃうけど、でも多分プチトマトだけを人は何個食べれるのかとかさ、もやしだけを人は何キロいけるのかとかさ、そういうやつだったら許してもらえるんじゃないかななんてね、思うんですけど、どうでしょうか。で、マツコ・デラックスさんとね、ニチカちゃんって同級生らしいのよ。同い年らしいのね。ね、なんだけど、あのお方もなかなか体大きいからさ、ちょっと心配っちゃ心配よね。もうちょっとけん、なんかけん、健康的に生きてほしいみたいな 考えるけど、でもね、食い物って何なんだろうね、本当にね。ねえ、もう私も最近ようやくよ、そんなに食べ物にこだわらなくなってきたけどさ。もう昔はね、めちゃめちゃ食い意地張ってたから、すんごい食べてた。量とかも。ここも3、4年ぐらい、ほんとダメだね。いまだにすごい食べるけど、行くほど食べれなくなったっていう めちゃめちゃ食べることは食べるけど、さすがにね、人がドン引くほど食わなくなったっつうか、それはあるかもしれない。辛をね、激辛じゃない。美味しいよ。普通に美味しい辛味噌ラーメンっていうか、辛ラーメン。全然子供でも食べれんじゃない。カレーの辛口、いける人だったら多分これ大丈夫な気がする。私これ全く平気。全然平気。普通にね、すごい美味しい。またリピっちゃうかもしんない、これ。めっちゃ美味しいよ。皆さんもぜひカラカラを食べてみてください。美味しい。普通、本当に普通に美味しい。
私ね、割とね、魚粉系ラーメン好きなんだよね。魚粉なのかっていうやつ。だから、このね、カラカラ魚さんはね、にちかちゃんがね、すごい好きな感じ。こういうお店、こんな感じのイメージの味のお店があったら、多分食べに行っちゃうだろうな。これにチャーシューとかさ、乗っかってたら、多分相当美味しいと思う。これ、このね、カラカラ魚さんはね、具材が、まあ、ほぼない。まあ、ネギがちょっと浮いてるけど、それぐらいしかなくて、なんかね、本当メンマとかチャーシューとか乗ってないんだけど、自分でさ、なんかスーパーで買ってきて、トッピングしてもいいかもしれない。はい。で、麺はね、食べ終わりました。まあ、スープ飲むとね、ちょっとね、医者に怒られちゃうんで、塩分すごいから、スープは飲まないけど、ちょっとこう、スープにね、浸したこの、ゆで卵。あ、おいしい。この残ったスープ取っといて、なんか明日またなんか野菜とか入れて、なんかスープ自体にしたらいいかもね。このスープ取っとこうかな。自分の明日のお昼用に。ちょっとあんまりにもおいしいスープなんで捨てるのもったいない、これ。このまま。すっごい美味しい、このスープが。ほんと美味しいね、このスープ。ああ、美味しい。ああ、めちゃめちゃ美味しかった。スープだいぶ残ってますが、これね、ちょっとね、明日アレンジメニューにして、楽しみたいと思います。何のアレンジメニューにしようかな、これ。なんだろう。まあ、なんか野菜とかウインナーとか入れて、なんかポトフ風とかにしたら美味しいかもね。で、まあ、そんな感じで、なんか激辛で、なんかリアクション取れるほど辛いのかなと思ったら、そこまでじゃなかったです。普通に美味しいカップラーメンでした。でね、これね、まあまあね、お値段するのよ。280円、300円ぐらいだったかな。なんかまあまあちょっとね、お高めのカップラーメンなんですけど、でもなんか美味しかった、カラカラ王さん。皆さんもぜひ食べてみてください。それでね、まあ、にちかちゃんを、お宅様の YouTube に出してあげてもいいよっていう場合は、もう大歓迎でどこへでも出ていきますから、最近ね、ちょっと人に乗っかり戦略っていうのをちょっと考えてるんですね。動画作るとめんどくさいから。ね、なんで、誰かを鑑定する企画とか、占いで、なんかぶった切ってほしい人とかね、いたら、お気軽に、メールください。メールはここの、概要欄に貼ってありますので、出演料はかかりません。まあ、出演料はかからないし、で、まし、で、さらに、にちかちゃんが払うお金も、まあ、ほぼほぼないんですけど、でも、まあ、わかんない。タイアップしてもいいけど、いいよっていう人がいたら、まあ、ちょっと料金にもよるかな。いや、料金にもよるね。なんか、登録者数が、なんか、100人とか200人ぐらいしかいないのに、1万円よこせとか言ったら、じゃあ自分でやるよってなるんだけど、まあ、でも、かなり、なんだろう、登録者数とかがいるような、まあ、数千とか、ね、万いっちゃうぐらいの登録者がいるような、方のチャンネルには、もう大喜びで、ノーやらで、どんな、鑑定でもやらせてくれる。それで、取れ高はあると思う。取れ高 まあ、ギャグのここはもう自信がありますから。まあ、自信っていうのか。なんかね、まあ、笑いの方向に持っていくっていうのはね、できるのかなって思ってますけどね。で、そのためには、まあなんか、キャッチーなね、殺し文句をね、考えないといけないなと思ってて。だから、超次元占星術をさ、全国区にするのよ、もっと。ね、今んとこなんかまだ、なんやねんそれっていう。で、にちかちゃん、それ占星術ファンの人たちからあんまり受け入れられてないから。なぜなら私が嫌っているせいで、あの人たちを。にちかちゃん、占星術クラスター大嫌いなのね。
で、占いとかも基本嫌いだから、そうすると、西川ちゃんがディスって、もう自分が占い師のくせにさ、人のことをめちゃめちゃディスってる罰なのか、なんかカルマなのか、ね、なんか占い業界の人たちには嫌われてんの。そうするとさ、なんかさ、意外とさ、なんか広まってかねえんだよな。だって、しょうがないで、嫌なものは嫌なんだもんだって、みんな性格悪いから。嫌 なもんは嫌だからね。まあ、だから、こびないけど、まあ、こびないけど、でも、超次元占星術はもっと全国にしていかなきゃいけないし、まあ、もっと有名になってもういいんじゃないかなと思って、だって、今まで出回ってた占星術、理人には当たるからね、シンプルに当たるから、ね、それで役に立ったとか、すごいいいことがありましたとかっていう報告もすごいよく皆さんくださるんで、まあね、こじつけ占いっていうかさ、ただライターさんが、お前らこんなんだろうっつって、なんか妄想でこじつけたやつを書いた本じゃなくて、科学的データに基づく占星術なので、ね、日華ちゃんはやっぱり科学っていうか論理とかね、科学性とか再現性っていうところにこだわっているんで、だからまあ再現性のある占星術ですから、まあ法則なんですよね、完全にね。で、そうなってくると、もうやっぱり、そんなね、変なこじつけ鑑定とか、妄想でなんかやってるやつらと一線を画してますから。ね、だから、ちゃんと普通の一般的な人に役に立ててもらえたらなって思うし、まあ、事故とか、怪我とかね、なんか危険を回避するとか、だから本当、営業に行こうかななんてね、考えなくもないんですよ、最近。タクシー会社とか、あるいはその危険作業が伴う会社さんですよね。だから別に私はお金とかが欲しいわけじゃなくて、知名度を上げたいだけなので、そういうところにね、検本しに行って、ちょっと、社員さんのね、危険回避だったりとか、健康把握とか、そういうことに、楽しくワイワイガヤガヤ、超次元占星術使ってもらえたらなと思うんで、なんかちょっとね、営業に行ってみようかななんて考えていたりもしますけど、まあ皆さんもなんか超次元占星術がもっともっと広まるためにいいお知恵があったら、なんか貸していただければな、幸いだなと思います。はい、ということで、お疲れ様でした。